ラデツキー更新曲は、オーストリアの作家ヨーゼフロートによる歴史小説。題名は、ヨハン・シュトラウス一世の更新曲にちなむ。オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世の危機を救った、ソルフェリーノの英雄とその子孫の運命を、オーストリア帝国の没落に重ねて描いた。続編として、ソルフェリーノの英雄の弟の子孫を、主人公に据えた皇帝病がある。 ドイツのフランクフルト新聞で連載。連載当時は題名がなく単行本出版の際に題名が決まった。構想段階では1890年から1914年までの旧オーストリアを扱うつもりだったが、最終的には1859年から1916年までの物語となった。三部構成。ソルフェリーノの戦いにおけるオーストリア皇帝。 フランツ・ヨーゼフ・一世1859年、ソルフェリーノの戦いにて、敵軍の退却する様を皇帝フランツ・ヨーゼフ・一世は従者に差し出された双眼鏡で覗こうとした。それを目にした、スロベニア人の不評商尉ヨーゼフ・トロッタは、協天した。たとえ敵軍が退却しているとしても、シンガリを務める部隊はまだオーストリアの方を向いているに違いない。 双眼鏡を持ち上げた者は自分が狙撃されるに足る目標であることを相手に知らせるようなものではないかと震え上がった。トロッタ将尉は皇帝の両肩を掴んで上から押さえつけた。フランツ・ヨーゼフ一世が転倒したその時、皇帝の心臓を狙った弾丸がトロッタの左肩を貫いた。回復したトロッタは大尉の階級。 帝国最高の勲章であるマリア・テレジア軍事勲章、貴族の称号を授かり、ジポーリエという生まれ育った村の名を取って、ヨーゼフ・トロッタ・フォン・ジポーリエと呼ばれるようになった。トロッタは突然の変化に困惑した。まるで自分の人生が他人の人生と取り替えられてしまったかのような思いだった。正位軍人であった父への手紙もうまく書くことができない。トロッタへは、 ヨーゼフの祖父までは、スラブの農民の家系だったが、ヨーゼフはもはやその家系から離れてしまったのである。ある日、ヨーゼフは、ソルフェリーノの戦いでのフランツ・ヨーゼフ一世という、兄弟の息子、フランツの特本を見た。トロッタ将尉はその特本の中で、敵の騎兵に囲まれた皇帝を、サーベルで華々しく救出したことになっていた。ヨーゼフは悪用されたと激怒し、 皇帝に配越して苦情を申し立てた。配越が済んで中屯地に戻った後、彼は退役を願い出たが、しかし退役しても皇帝の恩寵は失われず、男爵位を授けられた。ヨーゼフはスロベニアの小納のように暮らし、昔のことを思い出して時折腹を立てた。彼は自分のことを後世の人々が忘れてくれるように願っていた。ヨーゼフは 財産の多くを商意軍人基金に依存することを決断し、できる限り質素に埋葬するよう遺言したが、彼の簡素な破壊史には、ソルフェリーノの英雄という誇り高い通称が刻まれていた。AB 平田2007、P78AB 平田2007、P8AB 平田2007、200 P9 平田2007、P14AB 平田2007、P22 平田2007、 P30, ありがとうございます。